皆さんこんにちは、 TPK です。よろしくお願いいたします。さあ、ということで今回は日産サクラ、こちらをですね、教習所のコース走ってみたいと思います。それじゃ早速行きましょう。秘められた自動車の力を引き出すのは彼しかいないだろう。トラフィックプロフェッサー K。TPK ならぬ EVK でいざ教習所のコースへ。正直私 TPK まだこの日産サクラを1回も試し走り、試乗してないんですよね。そんな中でもいきなりレビューっちゃおうかなと思うんですけど、いきなりぶん回していきましたが、やば、ホイールスピンした、ホイールスピンしちゃった。え、ぶっつけ本番で走ってますけどもね。あー、怖い怖い。もう80キロそこそこで、もうねブレーキかけていきました。いやー、本当ね、一度も試走をせずいきなりぶっつけ本番で、レビューっちゃったわけなんですけど、ホイールスピンしたから今出だしね。いやー、もう一回ちょっと行ってみましょうかね。長い直線200メートルほどありますよね。じゃあぶん回していきますよ。ぶん回していきます。あ、出だしホイールスピンするな。うん、あー、いや、軽一だった。もう水たまりで、本当にもう水たまりでバシャっていっちゃいましたけれども、いやー、でも軽自動車でこれだけの加速ができたら十分なんじゃないかなと思うんですね。これよりもパワフルな加速を求めるっていうのはもうありえないと思うよね。うん、まあほどほどの加速で今度は行ってみましょうかね。あー、いいわこれ。いや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 、ただ私もね、いろんな軽自動車乗ってきましたけれども、まあどのような軽自動車でもやっぱりアクセル踏んでエンジンの回転が上がって、それにつられてタイヤが回っていく、つまりちょっとしたタイムラグっていうのが一瞬あるわけなんですけれども、まあ、EV 車全体に言えることなんですけど、ついに軽自動車にもね、この EV が搭載されて、踏んだ瞬間行くわけですよ。このタイムラグのなさっていうのはめちゃくちゃいい、ストレス全くないですね。軽自動車でここまでをね、ストレスフルな、ストレスフルっていいんですか。いや、ストレスフルはおかしい。じゃあ今度はちょっとあのハンドリングを確かめてみようかなと思うわけですよ。ちょっとジグザグ行ってみましょうかね。ジグザグね。ほい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 。あ、もちろん足回りもね、まあ、車高がそれなりに、横幅に対してそれなりにあるので、若干それは横には震えますけれども、足回り自体もそんな弱々しい感じは全くないので、いや、いいですね。これもストレス特になく、はい、ハンドルの違和感もないですね。大型 SGO、 はっちゃかめちゃか日産サクラで行ってみようかなと思います。いつもね、だいたい30キロから40キロの間で行くんでね。あ、まあ、ちょっと、まあ、ちょっと、スポーツカーに比べるともちろんこう持っていかれる感があるんですけど、でも時速30キロでこれだけのコーナーをね、曲がれたら十分なんじゃないかなと思いますね。まあ、あんな走りしませんから。あんな走りを街中でしませんからね。では教習所のコース行ってみましょうかね。まあ、軽自動車ですからね。横幅が1475ミリだったと思うんですね。そして道幅が3500ミリ、まあ、3メートル50あるんで、もう楽勝ですよね。やっぱりこの辺りはもう普通車とはもう全然違う、もうこっからくねっと S 字いっちゃう感じ。いや、本当にね、やっぱりここのコンパクトサイズだけあって、もうね、四隅が手に取るように分かる感触ですよね。ですので、まあ、こういった狭い道なんかの取り回しなんか、まあ、すごくもうあのストレスがなくこれも走れますよね。いや、快適な走りができて、狭い道なんかもね、お茶の子さいさい的に走れるっていうのは、まあ、もちろん荷物をね、普通車並みにたくさん乗せられるかっていったら、もちろんそれはサイズ的に限界があるわけなんですけれども、まあ、それを差し引いても本当ね、いい車だなと思いますね。で、S 字と同じ横幅のクランク行ってみましょう。うん、
余裕がありますね。やっぱりね、左後方右前方、まあ、後輪と前輪道幅に対してゆとりがあります。重力駐車いきましょうかね、パーキングボタン、自動で駐車場に入れるボタンはないのかな、自分で入れないといけないのか。もう今の時代となってはもうね、ひょっとしたら車庫入れ、自分で入れなあかんのとかね、おっしゃる方もね、もうこっから先出てくるんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、今のところ私は個人的には自分で入れたい、でも日産のセレナなんかでもね、自動パーキングの装置で入れましたけど、すごくね、安心感があるので、もっともっと技術が洗練されていって安心感が出てくるんですよね。今のピピーは何や、左前でしょうね今のはね、まあ、軽自動車なのでね、サイズ感的には余裕が、まあ、真後ろがピッピッピッとしてますね、はい、バッチリ決まりました。直角バック行ってみましょうかね、右側へバックで入れていきます。長さ的にもね、やっぱ軽自動車のコンパクト感がこのバックのしやすさを、ですよですよ、やっぱりね、後輪を感じ取りやすいですよね、軽自動車やはりコンパクトである分ね。はい、真後ろ警告してくれてますね。まだね、この最初のピッピッピはまだ後ろ余裕がありますけれども、ね、さあ出ていきましょう。左後ろバックで入れてみましょうか。さあ、後ろの見え方に関してはちょっとピラーが存在感があるので、ちょっとこう姿勢を変えていかないといけないですけど、まあそれを言い出すとどんな車にもあるわけなので、特別このサクラがピラーが特別ぶっといというわけではないですね。結構内側にね攻めて入れましたけど、問題なく入れられてますね。またこのハンドルのね太さがね、どうだろうな、ちょっとね気持ち太いんですよね。人気車種のスズキのスペーシアとかよりもちょっと太いんじゃないかな、私の感覚ではですよ。 Nボックスとかスペーシアよりもちょっと太く感じるんですよね。でハンドルがね日本スポークなのが真下にないのがどうかなとは思ったんですけど、特にこう感じ取るというか、こう違和感ではないですね。これはこれでこうカーブとかはね、プッシュプルで送りハンドルで、曲がっていくタイプの方には超いい感じなんじゃないかなと思いますね。では最後にちょっと ABS を聞かせてみたいと思います。時速50キロからの3、2、1いいですね、いい反応ですね。さあ景気づけに信号交差点もう一歩行ってみます。時速50キロから行っちゃいますよ。時速50キロから3、2、1、はいはいはい、あ、めっちゃいい反応。やっぱりね、止まり方がなんか軽やかなんですよね。じゃあ今度は急ブレーキ効かせながらのハンドル操作行ってみたいと思います。それじゃあ行きましょう。3、2、気持ちちょっとちょっとこう、ちょっとスリップ感が出た今。じゃあこの長い直線で50キロからの急ブレーキハンドル操作いってみたいと思います。景気づけ最後に ABS からの危険回避の時はまず最初にブレーキですね。ブレーキでグッと落とし込みながらのハンドル操作、車が反応してくれますね。非常にいいんじゃないでしょうか。この日産サクラで二輪構成やってきました。なんでやるんなんでやるっていうことなんですけどね、もう4輪で二輪コース入るっておかしいんですけれども、この辺はですね、まあ月のプロダクションの犠牲者 TPK ならではなのかなと思います。さすがにね、これ1本ずつ全部回避しろっていうのは無理な話なんですけれども、いけるかこれ、いける、あかんな、これはあかんやろ、さすがに。これはさすがにあかん。これはさすがにバックが必要ね。でも1回ずつのバックでいけるっちゃいける。いやでもこれ1本飛ばしでこのスラロームいけたら十分じゃないのこれ。ねえ。十分やね。2輪の
SG 行ってみましょう。こんな動画今までないっしょ。じゃあ SG へどうぞって指導員が言ってね、こう軽自動車が来たらびっくりするでしょうね。バイクが来るはずやのに軽自動車来たみたいなさあ左の前輪どこまで行けるか気にしながら、後輪も行けてるな、行けてるね、行けるっしょこれ。もう左の前輪縁石ギリギリ、右の後輪縁石ギリ、これ脱輪してないでしょ、してないよねこれ。もう本当に、あっ落ちた落ちた、ちょっと、落ちてそのまま行ったら検定不合格なので、あ、これ今のは私のミスだな、完全にね。これ通れるはずだわ、通れる通れる、これ内側がね結構余裕があったはず今。さあそれでは SG 再チャレンジ、今度は脱輪することなく TPK の空間認識力を全て注ぎ込んでいってみましょう。あ、でも TPK の空間認識力もね、まだ大したことはない。うん、集中集中、あかんかんかん、ちゃった、あー気持ち内側攻めてええんか、もうほんまギリギリ、ほんまギリギリ、ほんまギリギリ、あーもうこれぐらいか、これぐらいか、結構後ろ怖いんやけど大丈夫、あかんかん、いやセーフセーフセーフ、今のセーフでしょ。さあということで今回は日産サクラを教習所のコースで走ってみました。今回ですね、本当に月のアップル特製の犠牲者っぷりが大いに発揮されたんじゃないでしょうか。この車は非常にレスポンスも良くて乗り心地もバッチリです。ぜひ皆さん一度日産に足を運んでいただいたらいいんじゃないかなと思います。価格は200万を超えてきますけれども、補助金を入れればお買い得な車なんじゃないかなと思います。以上 TPK でした。